めャケサウンドをお聴きいただきましょう。レフティーフィッシュでハローキティーズスパンク いかがでしたでしょうかインドネシアはジョグジャカルタのレフティフィッシュが2018年今年ですね3月下旬に発表しましたファーストフルアルバムハローキティーズ・スパンクからタイトルトラックをお聴きいただきました。うーん、まあ破壊してるようでその実新しい形にきちんと組み替えてるというね感じとでも言えば 良いんでしょうかね。ともかくもう頭の中ぐちゃぐちゃにされてしまうような音でしたけれども、皆様は大丈夫でしょうかまあ、さてですね、まあ、ジョク・ジャカルタのレフティ・フィッシュ、結成はですね、2014年頃だったと思いますけどもね、中心となるのはギタリストのハリム・ブディオの 彼はですね、もう言わずと知れたジャジーでアバンギャルドなブルータルデスメタルとしてインドネシアでもね、ほんとケウなスタイルで注目を浴びてきたクレインやるインサイザーとのギタリストでありますね。 セカンドアルバムはですね、彼らの、えー、トラックスという雑誌でその年のベストメタルアルバムに選ばれたこともあったと記憶してますけども、今現在はね、ちょっとそちらの方は少々休業中のようです。しかしですね、こちらのレフティーフィッシュで彼の持ち味を遺憾なく発揮しているといったところでしょう。うーん、バンドとしてね、ハリムの 他に中心となってるのはですね、フランシスカ・アユなんですけども、彼女はですね、メロディスというかメロディックメタルコアのキルド・オン・ファレスとかね、あとはハードコアパン系のバンドもやってましたんでね、ちょっとパンクっぽさとか、行ききった感じね。まあそういうのを得意とするところなんでしょうね。まあでもね、このバンドではクレイジーな側面、彼女ね、クレイジーな側面が結構引き出されてて、 いいなぁと思うんですけども、そうですね、えー、レフティフィッシュの作品としてはですね、2015年にシングルを2発出した後に、You Fish っていうね、EP を発表します。この時はですね、ハリムがギター、アユがボーカル、ケケっていうね、サックス奏者、そしてボノっていうね、ドラマーに、 キーボーディストとトランペット奏者がちょこっと参加しておりましたけれどもね。えー、でまあその後にですね、バンドはアルバムの制作の準備をし始めるんですが、なんと、ドラマーのボノーがですね、バイク事故でしばらく休養が必要になってしまうんですね。でも、まあバンド的にはちょっと待ってる時間がなかったということで、地元ジョグザのグラインドコア、 デッドリーウェポンのドラマーでもあるアリオを起用いたしました。彼はですね、もちろんデッドリーウェポンでのね、活動っていうのは非常に有名ですけども、実はね、アニーホールっていうね、シューゲイズ系のバンドでも叩いてまして、そういう意味ではね、なかなか器用であり、挑戦的でもあるドラマーなんじゃないかなって思いますけどもね。えー、さらに今回はですね、 キーボーディストとして、ウィナン・プラタマというね、ハリムの旧友が参加しているんですけれども、実は彼ですね、クレイニアル・インサイザーでのライブでも、ウィナンは、あのー、演奏した経験があるんですよ。ですから、えー、彼がですね、レフティ・フィッシュでもね、行かれた演奏ができる人物だっていうのはね、ハリムは重々わかっていたということで、えー、この、 アルバムに誘ったということですね。さらに、そのミナンはですね、ちゃんと音楽が分かってる人物で、学校とか、もしくは個人でもですね、音楽を教えていると言っておりました。ですから、ね、えー、きちんとした教養のもとにぶっ飛んでるということなんじゃないですかね。そういうことを踏まえて聞いてみるとですよ、教養のあるどこかのご令状がですね、 ズレズレなるままにご乱心してみただけっていうね、にも聞こえる、まあおしゃれさがあると思うんですが、皆様はいかがでしょうかね。まあそれはともかく話を戻しまして、前作に参加していたサックス奏者、ケケはですね、大学の卒論を仕上げるということでね、あの勉強に専念しなくてはならなくなったので、代わりにトランペット奏者の ムルシド参加させております、今回は。そんな感じでですね、レコーディングを始めたんですが、いざ始めてみたら、もっとね、他の楽器、おそらくサックスとかトロンボーンとかそういったブラスセクションが必要なんじゃないかっていうことになりまして、ムルシドからですね、トロンボーン奏者を紹介してもらったということなんですね。で、結果はですね、 ハリムを満足でトランペットとトランボーン。この組み合わせ非常に素晴らしいものになったと言っておりました。と、まあそういう流れでアルバムが出来上がりまして、ハローキティーズ・スパンクと名付けられましたが、先ほどお見せした通りですね、アートワークはもうコミカルなタッチで、チェーンソーとかね、えノ、ー、ですね、あとは、まあ血しぶきがね、 飛んでいて、可愛いぬいぐるみみたいなね、生き物がなんだかよくわかんないですけど、バタバタ倒れているわけなんですが、ジャケットをね、あの、広げてみますと中にはですね、白衣を着たキティちゃんらしい、おそらくね、いや違うかもしれない。まあ、巨大な怪物がですね、目を吊り上げて、血に染まったナタと電気ノリルをね、持っていざ戦わんとしている姿が描かれているんですね。 うん、まあ、あくまでもですよ。みんなが、もうご存知のキティちゃんというか、キティちゃんらしきものっていうだけであってですね、細かい部分は違いますんで、きっと別の猫ちゃんだと私は思ってますけども、とりあえずですね、まあタイトルは、ハローキティーズスパンクということで、なかなかふざけて、 おります。まあ、ハリムはですね、そういう日本のサブカルも結構詳しいはずですんで、そっちじゃなくてね、私としては、おはようスパンクでやってほしかったなと思ってしまいましたが、一般的にはこちらで正解でしょう。それはともかくですね、今回も、 1>, 1分前後。まあ、どんなに長くてもね、2分以内の曲ばかりが収められておりまして、ご紹介した曲はですね、もうアルバムの中でも1、2を争う長さなんですけども、あれでもね、もうそれでもま、1分50もない感じですかね。まあ、そんな曲が17曲前後収められてますんで、1枚アルバム聞くとですね、もう何が何だかわかんなくなってしまうんですよ。ただね、パンクで、 混沌っていうのはね、やっぱコンセプトの一つでもありますんで、それもまた正解でしょう。しかしですね、今回のレコーディングは、まあ、ジョグジャカルタで行ってるんですけども、それでもね、街中ではなくて、もっと南側のね、静かな場所にある、ウォッチタワースタジオっていうところだったんですよ。ですので、まあ、なんていうかな、そういう混沌とした気持ちを維持するっていうのはね、大変じゃなかったのかと。 えー、ハリムに尋ねてみましたが、彼曰く、スタジオの目の前は田園が広がっていて、2階建てのスタジオだから気持ちの良い風が吹いてくる。でも、家からスタジオへ向かう途中には渋滞と人混みでとてもカオスな気分になるんだよねと話してくれました。まあね、そのせいでしょうかね。レコーディング中にですね、その電園の中の スタジオでね、ハリムは、突然、エイリアンが体から出てくるような感じだと、いう風にね、意味不明な劇を飛ばしてましたね。<laughs> ま、指導、あの、歌、歌かな歌の時かなんかにね、そういう感じで歌えみたいなことを指導してたのを、 思い出しましたけども。まあ、ちなみにですね、このスタジオのオーナーはですね、80年代スラッシュ、特にメタリカですね、その他にもメガデススレイヤーといったバンドに系統するメタリックアスのドラマー、バブル・サガが務めております。まあ、そんなわけで、レフティ・フィッシュ、ようやくね、ほんとアルバム出しましたけども、相当効く体力を強いられますんで、効く人選びそうですけどもね、 わかる人にはわかるということで、いいんじゃないでしょうか。うん、まあね、メルトバナナとか、緑とかがね、好きな人はぜひ、レフティフィッシュもチェックしてみてください。まあ、なおですね、ジャカルタの方にも、えー、クラカールというね、イケてるバンドもいますんで、そちらもお忘れなきようということで、最後になりましたけども、このレフティフィッシュというバンド名、どんな意味があるのと、以前聞いたことがあるんですが、 意味はないんだよって言われてしまいましたね。いわば、メルトバナナとか、ネイキッドシティとか、まあそういうね、雰囲気かなということらしいんですが、ただね、なぜか、そんな名前にすら、受け手側としては意味を持たせたくなっちゃうんですよね。まあ、それがまた、アバンギャルドだったりして。